それこそプレミティって努力家で言うとさ、なんかツイクが規律破ってるから呼ばないみたいなハリルが言っててさ、でツイクがなんか嘘言われてるみたい言ってさ、ハリル日本でもやらかしてたし、他の国でもさ、なんかそういう問題あったし、フランスのクラブとかでさ、絶対ハリル悪いよね、あれね。ツイクのあの献身性高いプレイスタイルで言ってもさ、絶対ハリルが変なサッカーやってさ、ツイクがそれに口答えしてただ怒っただけだと思うんだよ、ハリル。ベンゲルとの対談で、ベンゲルの方がなんか、いいホテル取られたか、なんかこう、タクシーの送り迎えがなんかそんなんでね、ベンゲル自分を下に見てるみたいな扱いで、切れ散らかしてみたいなありましたよ。眺めば